ネルクライド・ウィルソン・レーガンは、アメリカ合衆国大統領、ロナルド・レーガンの母。スコットランド及びイングランド系で、メアリーアンとトーマスのウィルソン夫妻の間に7人兄弟の長女として生まれた。ジャック・レーガンとイリノイ州の農業の町で出会い、1904年11月に、フルトンで結婚した。ニールとロナルドの2人の子供を設け、次男の誕生後にこれ以上子供を作ることはできないと、 宣告された。家族は、タンピコから、多くのイリノイ州の、小さな町、シカゴなどを、ジャックの仕事の都合で引っ越した。1916年から1917年頃の、レーガニッカ。右端が寝る。ロナルドは母について、Always e x p e c t テッ to Find the Best in People and All f と記している。定期的に、ディサイプルス教会に出席し、活動的で、 非常に影響力があった。頻繁に日曜学校を主導し、聖書の読み上げを行った。経験で、教会で、祈りの会を主導し、牧師のルス中は、週半ばの祈りを担当していた。教会への強い系統は、息子、ロナルドを、父のようなカトリック教徒ではなく、プロテスタントにするものであった。ロナルドもまた、自身の信仰に、この強い影響があったことを認め、 I know that she planted that face very deeply in me と記している。例えば、ロナルドが卒業したユーリカ大学は1855年にディサイプルスによって設立されている。教会内でのネルの影響により、そのうちの一人がメニーオブアスビリーブドネル、レーガンハドザギフトツーヒールといい、そしてさらにミルドレッドネイルはネルの祈りの強い情熱を思い出した。 教会での仕事でネルは多くの演劇に出演した。1926年のザ・シップ・オブ・フェイスのレビューは、ミセス・レーガン・イズ・ワン・オブ・ディクソン、エス・フェイバリット・リーダーズ・アンド・ハズ・アピアード・ビフォー・メニー、オード・イアンス・オー・ウェイズ・グレイトリー・プリージング・ゼムと述べている。1938年、息子二人がカリフォルニア州に引っ越した後、そのうちのロナルドは両親にハリウッドで新しい家を買った。 それは二人が最初に所有していた家だった。1941年5月18日、夫ジャックが死去した。ネルはディクソンにある教会に通い、信仰を保ち、南カリフォルニアの結核療養所で働き始めた。しかし晩年に健康を害いし、認知症になった。病気について、イジャストケップとマイマインドオンゴッドと言っていた。 1962年7月25日に79歳で病気の合併症で死亡した。ありがとうございます。